はい、では続きやっていきます。第5の花見っていうメインミッションで藤吉郎を倒しに行く最中です。え、待って、あれはマズキじゃないの、またあー、66尾かい。マズキにはバレてないな。マズキバレたらまずいんで。あー、ちょっと66尾先にやりたい。あー、ムミオが倒した。あ、バレてるやん。あれ、これマズキ、え、マズキじゃないか。ゴズキ、ゴズキの方か。マズキっていうのは馬の方、ゴズキは牛。これは牛かな。はい、角壊したな。角壊したら一気に相手の気力なくなった。あれ、馬か、ちょっと馬か分かれへん。馬か牛か分かれへん。あー、これ馬だわ。あれ違うかな、ちょっと待って、どっちでもいいよ。倒してしまう。馬っぽい顔してるけど。はい、やるわね。やばい。おい、いけいけいけ。あ、なんかもう倒せそうだ。あい、ブンブンブンみたいな。広範囲にこの棒を振りますって。あいつもなんか変わった格好してるから強いんでしょ。七本槍の名に泥を塗り寄って、この勢いは行かぬぞ。この強い奴らは七本槍。七本槍か。はい、あ、我慢、よし。七本槍っていうぐらいだから7人いいのかな。こっち行けないな、穴だしな、どう見ても穴。こっち上に行けそう。一つかける、二つかける。石ころが見せる夢の代償とは、ムミオとの同行が終わりました。こっから一人か。大丈夫かな。あー、あれ七本槍じゃないの、また槍持ってるし。はい、顔面に。主の狼藉もここまでよ。はい、組一。あ、くっそ、間に合わなかったか。気力なくなってたから。オブダブ、いける、もうちょい、もうちょい。おい、オッケー。はい、組一。はい、終わり。藤吉郎様ももと、もう7人倒したからまだでしょ。これもそうだな、多分。やばいやばい、違う敵いっぱい出る。あー、もうお、帰っていった。バカなやつめ。ロッティアタック、ロッティアタック、もう一体かな。あいつも銃持ってるからな。はい、先生、ロッティアタック。あれ、七本槍だな。首さえ上げれば太后様も君も、その首もらい受ける。あー、落下攻撃外したか。おー、お前、おみおじ使うのか、槍のくせに。お、自分も落とせ、落とせ。あ、ダメか。
はい、気力切れ。追い打ち。ああ、これ強いな、これ。上段のこの攻撃すごい強い。ガードされてる。めっちゃ気力削れた。不甲斐ない。こんなんだから、わしは、わしは。後悔してももう遅いんだよ。ああ、もう、こけら。おっと、ああ、危ない危ない、カウンター。はい、今、コンを伸ばしてブンブン回す。俺、元に戻るんじゃない？小闇だ。うわあ、マガツムシャだ、あれ。ちょっと。ああ、もう、ちょっと、マガツムシャ。奥に壊せそうなやつあんぞ。ちょっと、ゲドヘやって。タイミングよくいかないとな、マガツムシャ。バレないように。でも無理だわ、倒すわ、あれ。あえ、もう妖怪か、妖怪かして本気で倒す。どうって妖怪か。やばい、終わった。あい、危ない危ない危ない。はい、妖怪技。いや、ロッティですけど。もっと戻ってきたら、あ、向こう行けるようになってる。あの、温泉見つけたんで、ぬいぐるみですけど、湯に浸かりました。あれ、七本槍だな、多分。うわー、ガードしてきた。やっぱ強いな、さすが七本槍。あー、あー、それ、今の月あれだな、前田と CM 使ってきてる。あ、危ない危ない。よし、いけいけ、気力削れ、気力削れ。よし、はい、飛び打ちで、あー、強いな、くそ。あー、あー、だだ、あー、ブンブン、追い打ち、あ、飛び打ちか。追い込んだらこっちの勝ち。あ、入れ替わった。まずまず、ちょっと一旦気力回復させて、はい、ブンブン、これで、あー、やばい、はい、もう一回、はい、削った、はい、組打ち、ロッティの勝利。マサノリ、すまぬ。藤吉郎様、どうかご分を。ああ、ボスだわ。藤吉郎ってことになるのか、ボスは。ロッティ対藤吉郎か。気力回復速度上げて、上属性を武器に塗って、藤吉郎戦。2回目。見覚えがあるだろう。この満開の桜、うってつけだ。お前の
墓標に。完全に妖怪だ。まあこっちはロッティなんで。うわ割と強い。うわちょっと待ってスピードがダメだ。うわ何それ意味わかんない。ちょっと待ってくれ、ダメだ。仕込み込んちょっとスピード遅すぎて無理なんで。ちょっとね、あの探索してたらまた七本槍っぽいの見つけたんで。我はカスヤタケノコ、その置いていけ。なんだお前冷静だな。これからやられるというのに。アイロッティ突然いきますよ。まったく今回はね釜でやっていこうか。おいちょっと待ってくれ。最悪。はい釜でやっていく。はい飛び越えて後ろに。やっぱこれが使いやすい、この釜状態での二連切り。あーちょっとなんか動き遅くなったね。雷にやられた。雷にやられてるな。動き遅くなるんですよ。ちょっと待って待って。はい強いな。何あ、どこやった。え妖怪化できるようになったんだお前。猿のくせに。まあこっちは組まない。猿とクマだったらクマの方が強いと思う。おお。うわー早いなお前。それすごいな。だが見に行った。あーこれ避けられないな。ないないない。あれなんか変わったな。雷に変わった両方。お、いけるか。いけるいける。ああ。うわ。ちょっと危ない危ない。はい妖怪か。こっちも妖怪か。お互い妖怪同士やろう。おいおい。妖怪技出したい。はいまた妖怪技。角を切る。藤吉郎もともと死人だからどうなるんだろうこれ。懐かしいな。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。あ、守護霊くれるんじゃん。バクかこれ。バクだ。夢を食べるっていう。親に捨てられどん底から這い上がるために、俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは気づかず、終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのは
正気に戻ったのか。ちょっと感動の場面なのに顔のせいで全然感動できないんだけど。しまったら、やめたらよかったな、こんな終盤でこの顔でくんの。はい、勝利。触れるって。どうした？なんか嫌な予感するぜ。なんか出てきた。あいつやん。我が身を砕くとは、ソファヤの光か。連戦まさか。死には近いしてる。世は滅びぬ。連戦だ、やばい。発信意志。死ぬがいい。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、死んだ。即死じゃん。即死やん。考察だから首絞められたんだが。ナイスアチャレンジ。あ、ひるまないな、こいつ。危ない、危ない、食らいそう。うわ、危ない。ひるまないからやりづらいな。ひるまないと反撃食らいやすいから。ほら、攻撃してる最中に向こうの攻撃食らっちゃう。危ない、大技。え、大技2連撃か。消えた。あぶね、消えてからの即掴み込む。あー、危ない。これは離れとけばいいか。オッケー、気力なくなった。いけいけいけ。あー、常闇かしたか。え、ちょっと待って待って、おかしいおかしいおかしいやろこれ。妖怪技、妖怪技で何体か倒したの。うわ、何これ、ふざけんなよお前。え、何体いいの、他にいっぱい。ちょっと意味わからん。うわ、動けない、気力なくなった。うお、プレイ。ちょっと他のやつ倒そう。他のやつなんか弱いっぽいから。あ、一回与えたら消えんのか。うわ、毒毒打ってきた。うわ、捕まった、最悪。攻めろ、もうちょい、もうちょいだから攻めろ。今いけるか。もうちょい、あ、まだいけんのかよ。まだもう、なんか違うやついけんな。だが、こいつを倒し。あ、危ない危ない危ない、倒れた、かっ。イエーイ、失敗した。待て待て待て、なんでな。くっそ、もうちょっとだったのにな。はい、もう、もうちょい、もうちょい。もうちょい。いけいけ、仕込み込む、仕込み込んでいけ。いけいけ、今よっしゃ、倒した、勝った。あ、余裕の勝負。なんだ、え、は、は、え、また1から、ふざけるえ、なんかやり方間違えたか。あ、え、妖怪が仕込み。こいつはね、割と動き遅いんで仕込み込んでいって、伊藤吉郎ほどじゃない。ほら、もう妖怪、妖怪化したらお前もろい。一回やられたからお前もろいな。二回はちょっともろいな。割とあっさり。よっしゃ、勝利。ああ、達成、達成って出たから、さすがに終わりでしょ。ロッティ勝利。
来た、ソハヤの剣。行くたび見ても今いましき光よ。まさかエンディングこの顔でいくんかな。まずいなそれ。これどうすんだ、食べる。愛に生きてくれます。母親だ。やばい、母親と再会するんじゃない、この顔で。最悪だ。クリスでくればよかった。やべえ、感動のシーンじゃないのこれ。強くなりましたね。大竹丸を封じる、それが最後の定め。あなたの長き定め見届けました。ああ、これで成仏するのかな。ああ、斎藤道さんと一緒に成仏していった。なんかこの場所はあの世とこの世の間にある場所らしいです。あの二人はもうあの世へ、ロッティはこの世へ。夢はみ、はい、クリア。エンディングじゃなかったみたい。まだなんかいたっけ。最後の定めが残ってるって書いてる。はい、まだ続きがあるみたいなんで、今回はこの辺で終わりたいと思います。この辺が七本槍の人たち。では、ご視聴ありがとうございました。